2015年7月29日、韓国聯合ニュースによると、同日午前11時17分頃、韓国のポスコ製鉄所内にあるファイネックス第1工場の外壁のガス配管から、爆発音とともに黒煙が立ち上った。事故発生地域は、操業を停止していたため大きな被害はなかったが、消防車10台が出動するなど、現場周辺は一時騒然となった。製鉄所側は、ファイネックス第1工場から外部に接続された配管ガスの撤去作業中に、配管に穴が開き、そこからガスが漏れて事故が発生したようだと説明した。これについて、韓国のネットユーザーは、以下のようなコメントを寄せている。韓国に静かな日はないの？朴大統領が就任してから、韓国は災難続き。韓国国民のミッションは生き残ること。事故や事件が絶えない。最近、事故や事件が多すぎない？もう、これくらいのことでは驚かない。爆発したのが原発じゃなくてよかった。